ラインラントップファルツは、ドイツ海軍のフリゲート、ブレーメン級フリゲートの3番艦。艦名は、ラインラントップファルツ州に由来する。ラインラントップファルツは、ブロームウント、フォスハンブルク造船所で1979年9月25日に寄港し、1980年9月3日に浸水、最終工程をブレーマーフル艦造船所で仕上げ、 1982年5月9日に区襲役。同時に第2機動隊軍第4フリーゲート戦隊に所属し、ビルヘルムスハーフェンを母校としていた。ラインラントップファルツ州が公演団体となっている。1999年、アライドフォース作戦に参加するためアドリア海に展開した。2009年1月22日にソマリア沖の海賊に対処する。 アタランタ作戦に参加するためアデン湾にて、すでに展開中であった f 2 1にカールスルーへと交代する。同年3月3日、貨物船を襲撃し終えた海賊の一部を逮捕に、成功する。この行動で本艦とアメリカ合衆国海軍の巡洋艦 CG-61 モンテレーの関西ヘリコプターと共に対処に当たった。2009年には、 アタランタ作戦に参加するため、ソマリア沖に展開している。戦隊の老朽化に伴い、2013年3月22日に退役となった。そして、その艦名は、バーデンビュルテンベルク級の4番艦に受け継がれることとなった。ありがとうございます。